どうもタビアンです。ドラクエ3でドラクエ4続きやっていきたいと思います。前回まではこちら、前回勇者を棺へ入れまして、第1章ライアンとホイミンの冒険が始まりました。前回の最後に第1章の目的地言いますねと言って忘れてました。こちら、目的地アリアハンから始まってロマリア到着まで、まあアリアハン大陸をね、クリアするまでとしたいと思います。戦士ライアン僧侶ホイミンの旅、結構長いんじゃない？2人からしたらね。行きましょう。まずはレーベの村に前回到着しました。ウィンドウショッピングしましょう。49ゴールド、結構薬草をいっぱい買ったんだけどまだ1回も使ってないんだよね。まあまあまあ、ドラクエ3はもう何度もねクリアしてますので大体覚えてるから、その知識を使ってね行きましょう。まあ、鎖がま欲しいとこだけど、まずは革の鎧150ゴールド、あと革の帽子も1個欲しいですね。行きましょう。現在の強さこんな感じ。なんでホイミンの方がヒットポイント多いのよで攻撃力守備力こんな感じですね。まあ一覧で見れないのでこれで1人ずつ見せたいと思います。攻撃力29、守備力15、ホイミンは攻撃力17、守備力11。いや守備力やっぱ大事だよね、2人だとね。まずはこの周辺でレベル上げとお金いきましょう。もうそれだけでもね、なんか違うゲームみたいだよねこれおお、いいね、会心の一撃。ホイミン乗ってるね、レベルアップです。お、力4ポイント。あ、体力をもっともっと、 HP6 OK。 アイアンも体力勝負なんだから、ホイミン OK。 なんかめちゃくちゃエンカウント率すごいね。大割り食い始めましてかな、大割り食い。ちょっと2フラムしとこうか、ここは2フラムなんか4人パーティーの時使ったことなかったけどなちょっとあまりに敵が多すぎると全滅しちゃうからね、こっち2フラムも使いようだね、うん、違う扉どんどん皆さん開けていきますよ。新しい皆さんコメントありがとうございますね、励みになります。そんな発想なかったとかね新しい遊びの扉開きますよこの辺でちょっと4人パーティーだったらばっかりこれから言うかもしれないけど、もう一気に洞窟目指すからね普通ゆっくり成長していこう。あとレーベの村の夜もね見てみたいし、レベル4にもなると結構歩けるね。さあ夜になるまでこの辺で近くでいけんじゃないこれ。うわー、いっぱい出てきたな。一角ウサギか、どうしよっか。一角ウサギ先やっつけるか。また2フラもする2フラも頭数が5体はきついよ。もう1体減らした。ホイミンが結構ダメージ受けると思うんだよね。ここガラスやっつけてみれば。ほら4ポイントも食らうもんな、倒しきれないし。ライアン強いやつどんどんやっつけていってくれ。ホイミンしとこうか。ほらホイミンの出し惜しみしたらやられちゃうからね。いやこんなに緊張感ある楽しいな。なんかファイアーエムブレムでルナティックをやってる感じのね気分がするよね。さあ夜になりました。ホ
報収集追加あるかな。盗賊の鍵手に入れてないんだよね。これはもう24時間体制で教えてくれるね、盗賊の鍵のことは。大事な情報だから居残りなんだろうね。遺品さんは特に遺品だけでしょ。教会と宿屋も24時間だしね。ご苦労様です。浮屋は寝てるよね。別に昼でいいでしょと。まあ宿屋の2階ぐらいか、あと。あ、起きてる。その子の親は魔物たちにやられたらしい。俺は不憫でならぬのだ。あ、面倒見てあげてんのかな。いい人だねこの人ね。顔に似合わず。はい、ということで泊まりましょうかね。さあ、一体何泊するんでしょうか、このライアン・ホイミンコンビ。65ゴールド。まだまだだね。150ゴールドまで。ちょっともうちょっと西の山岳地帯行ってみるか。一角ウサギ。あ、いきなりはやめてくれ。ホイミン死んでしまう可能性あるぞ。おう。まあもうでもニフラムだよな。やっぱ安全を考えるならニフラムね。無理はしない。聞かないのかい。じゃあボイミだ。攻撃はもうライアンに任せてね。もう、まあ、新しい武器手に入れて、ね、一撃で倒せるんだったらね、ボイミも参戦するけど、やっぱこの分業体制が一番効率がいいよね。いいねライアン。お、宝箱ラッキー。薬草ゲットでホイミンレベルアップです。ちょっと朝起きたてなんで声があんまり出ません。あ、賢さ大事だね。お、 HP6。 呪文を覚えました。キアリーか。どうだホイミン。あ、ピオリも全然呪文の覚える順番覚えてないな。素早さ上げるやつですね、全員の。なるほど、あんまり使わないかな。おっ、最大ヒットポイント、また追いついた。ライアン立場ないよ。ちょっとこの辺まで行って戻ろうか。怖い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 。うわー、いっぱい出てきた。大ガラス倒してスライムの方は2グラムで。ああ、もう1匹。まあ大ガラスの方が経験値あるしね。もはやこのレベルになったら大ガラスとスライムは大して変わらないから、経験値多い大ガラスの方がいいよね。スライムさよなら。まあ、やっと大ガラス、スライムは安心して見れるようになったね。オッケー。さあ、戻ろうか。83ゴールド。まだ川の帽子買えないのか。もうちょっと遠出できるようになりたいよね。サクサク行こう。宿屋代もね、必要経費取られていくから、79ゴールド。もう薬草を売ってしまうっていう。安値で、でもここ入ったらあれなんだよね。そうそう、ここまだ早いよ。まだ早い。まあちょっとこっち行こうか。まだ早いからね。まあ、ホイミンのスライムを倒す。まあでもオオアリクイとか一角ウサギ倒した方が早いかな。もうちょっと行くか。ここより南に行くとこのパーティーが出てこないのかね。デイベの村近くでないと微妙なとこだよね。最大ヒットポイント同じっていうのがもうライアン、ちょっと家をブルブル震わせて、もう俺のプライドがっていう、ライアンプライドが傷ついてるよね多分。なぜホイミンに行って、守備力で貢献してるけどね。ニフラム、
視聴者の皆さんはもう大ガラスとスライム飽きたよって尺使いすぎって思ってるよねホイビンの攻撃力もね、まあ、ライアンが武器購入すれば新しいホイビンにオフルの銅の剣ね渡せるから。ただね覚えてるんです、部分部分覚えてるんですけど、確か聖なるナイフ地面に落ちてたと思うんだよね。うん、確かね。初見で見てる方は少ないと思いますけど、いたらごめんなさいね。結構口ずさみますから今回はスーパーファミコン版とかの動画だったらちょっとね注意してやってますけども、皆さんもコメント自由にお待ちしております。別にネタバレしてももう知ってるからネタバレ気になる方はコメントを見ずに動画をご視聴の後コメントを見ていただいてね、さあ、大割り君行こうか。攻撃呪文はないからね、オーガラス行くか、ギリギリか。よし、ホイビンナイス、仕事した。ギリギリ、結構ギリギリで、ホイビン。やっぱ大割り食いが出てくるとちょっと緊張感がねまだ4ポイントダメージ受けるもんな。もう一気に川の鎧まで行きたいぜ。115、まだもう一回戦えるだろう。行こう行こう、この辺で。こっからもうちょっと東に行くとあいつ出てくるんだよね、バブルスライムが。おっと、さあ行こうか、防御しとこうあー、防御大切。ホイビン1ポイント、これで1体減らして。減らせないのかい、ライアン、しっかりしろ。もう一回防御、ライアン頼むよ。スタンで1体倒してくれないと厳しいよ。もう一回防御だな。最善の手が防御っていうね。でここでホイミかな。素早さあるね、ホイミ。いいよ、まあ、一番最初に回復してくれるとかだったら最高だけどね。怪獣物語とかそういう優しさあるけどねでも一番厳しかったのは天外魔境ですね。うん、令和の時代にね初見プレイしたけど、なかなか攻撃ミスとかもあるしね。やっぱドラクエに戻ってきたら安心感がある122ゴールド、あと1回だね。150まで行くぞ。今日洞窟行きたいから。よしよし、大割り食いどんどん倒していこう。敵3体だったらもう安心して見れるね。連打連打、いいね。7ゴールド、お、レベルアップです。いいね。力4ポイント、体力2ポイント、体力3は欲しいよな。最大 HP5。 さあこれでホイミン追いつくかだよねホイミンどうなる、どうなるホイミン。さあ150ゴールド貯めて、ホイミンレベルアップしたらもう行こうか、ダンジョンにね。まあお金0ゴールドの状態だったらもう死んでも怖くないからねそのタイミングがチャンスだよね。あと預かり所がアリア班にあるんですけど、1000ゴールド単位しか
確か受け付けてくれなかったので。おお、いっぱい出てきたな。うん、ウサギでホイミンは2グラムしとくか。いかないのかい。ホイミン2ポイントダメージ受ける。ホイミンはスライムを大ガラスとかやっつけとけ。あ、ダメか。ホイミン攻撃力。まあ戦闘終わってからホイミンできるでしょう。ホイミン会心率めちゃくちゃ高いな。始まってからもう3回目か4回目だよね。でライアンはホイ会心 1回も出してないっていう。ホイミン怒っております。なんで私がお風呂なのと。最初ご顕微で攻撃も私に任せてくれていいよみたいなぐらいのこと言ってるよ。その会心の一撃でしょうね。うん、ホイミンしっかりしろよライアンと。あなたに憧れて人間を目指してるのにみたいな。ドラクエ4も楽しかったね。やり込みプレイね。小さなメダル全部取りましたので。あとね、レアモンスターと言われるモンスターも全部買ったんでね。まだ見てない方はぜひドラクエ4やり込みプレイの再生リストね、私のチャンネルページから見ていただければと思います。お金いくら。あ、もう夜になったな。あ、150溜まってるけどあと1ゴールド。宿屋代が。で夜は敵強いんでしょ。で戦おう。そう、アリアーマン周辺の夜での敵との戦闘ね、そういうのやってないから。まあ今回はもう全てのやり込みはしないんでね。クリアするだけで楽しい。ギリギリの戦い。第5章まではかなり苦戦するよ。ホイミンレベルアップです。あ、体力2ポイント同じだよ。運の良さ上がったね。賢さ少ない。あ、ついに最大 HP。 抜かれました。ライアンに1ポイント差。追いつけなかったね、さすがに。でこれで宿屋代も込みで川の鎧ね、いけますね。まあ、下取りしたら買えるんだけど。ちょっと待ってね。ほんで道具持ちきれないよね多分。薬草をちょっと一回ホイミン、あ、タブヤンに持たすっていう手もあんのこれ。ちょっと待ってね。あ、これ勇者第5章まで参加しないって言ってましたけど撤回します。道具持ちに使える。勇者ひどいこと。タブヤン8個持てる。これは申し訳ないけどね。勇者あの鎧ライアンで、これで装備ライアン守備力、あ、これ見えないのか。16から20、あ、4アップですか。4アップか。旅人の服はホイミンは持ってるので、まあ棺に入れときましょうか。売っちゃうとね、ゴールドになっちゃうから、死んでしまったらねなくなっちゃうので、まあ棺に入れとくっていうね。まあ、簡易預かり所出た。勇者タブヤン簡易預かり所。なんだったら棺にゴールドも入れときたいよね。タンス預金っていうの、まあ、ちょっと税務署に捕まりそうだけどね。ここ牢屋の鍵、扉コマンドがないからね。さあ行こう。無謀にも行きます。お
ここは低い。まあまあこの辺はいけるよ。キメラの翼持ってきたらよかったのか。いやでもね、私の記憶が確かならばキメラの翼はどっかに落ちてた。ここ扉、盗賊の鍵がないと入れない。画面がなんかクリアで綺麗だよね、ロムカセットでやるよりも。宝箱32ゴールド、もう持ち帰りたい。人面鳥始めまして、麻痺させてくるやつだよねこれ。あ、マヌーサか。マヌーサでも食らってもね、何パーセントかの確率で当たるから気にしない。ダメだ。思いっきりマヌーサ食らってる。よし、当てた。そんなに攻撃力はないから、ただ人面鳥と他のモンスターが一緒に出てきた時が厄介だよねこれ。いや、川の鎧の効果来てるね。やっと当たったぜ。オッケー、経験値9、そんなに多くない。この画面が切り替わる時エンカウント率上がるんだよね。切り替わった瞬間ね、よく敵が出てきます。あとこれ Wii 版でプレイさせてもらってるから、このね中断セーブがいつでもこうできるのが便利ですね。あの実況者にとってはありがたいね。あの30分区切りでだいたいねやっていきますので、30分区切りで洞窟クリアできない洞窟とかもあるから、その時あのもう電源つけたままにしとくとかしないといけないんだよね。中断セーブありがたい。ただもう中断なんかどうしようもない時に中断セーブすると、あのもうね踏んでしまう時あるからね、防御で行こう。防御したらホイミ1ポイント。いいね、ライアンの守備力強くなってるよ。盗賊の鍵取りに行くぜ。レベル6なら十分だろうとかいうのはもう4人パーティーの時と比べて参考にならないからね。手探りですね。新しい RPG をプレイしているようだぜ。楽しいぜ。これ階段登ったら宿屋だったかな、なんか覚えてないな、この辺覚えてない。どっかになんか宿屋あったと思うんだけど、あれ洞窟、あ、塔の1階かなだと思うんだよね。そこまでたどり着けば1回区切りがつけれるんだよね。戻るっていうのもね、あれだよね、お金大事だから無理せずにね、1回でクリアできるなんて甘いことをね考えちゃいけない。30か、ちょっとホイミーしとくか。この上ちょっと1回登ってみるか。登ってから左右に、お、フロッガー始めまして、こいつは毒持ってるから気をつけて。毒結晶1個も持ってきてないな。持ってきといた方がよかったね。おお、どうか。で、ここに、あれ？思い違いか。ちょっと待てよ。どっかに宿屋あったと思うんだけどな。ちょっと待って。怖い怖い怖い。ちょっと。戻ろ戻ろ。あ、エンカウントしないのがありがたい。ちょっと待ってね、まず左探索しよう。ここ本番だ、左塔ね。これは先にフロッガーやっつけた方がいいな。おお、初めての会心の一撃か。36、気持ちいいね。あ、こっちかな、これかな、宿屋。
フラーもしとけ。どうだろうね、なんか宿屋がある記憶がね皆さん先に言っときますよ、うる覚えの記憶ですこんなもんです。なんか皆さんのコメントとかでよく言うよね、あ、この名作一回記憶を消したいって。あの10年に1回私の場合消えますだから2度美味しいんですよね。アドベンチャーとかの犯人とかはもうちょっとね、忘れようにもちょっと忘れられないけど、RPG の細かいとか結構忘れるかな定期的に遊びたくなるんだよね、 RPG ね。 RPG はネタバレあるけど、あとシミュレーションはもう定期的に遊びたくなるよね。ご時世、本当にもうロシアのせいでね、良くないですよ戦争は。なのであのファミコンウォーズは自粛しております。あ、洞窟、あ、何これ、え、どっちだったこれ、全然覚えてない。何これ、情報不足じゃない、塔と両方行かないといけないのか、行くか。ダンジョンから行こう。え、どっちかが盗賊の鍵だったよね。覚えてないわ。ミミックとかいないだろうな。ミミックじゃなくて人食い箱か。多いなぁ。ニクラムの MP ももったいない気がしてきたよなこれ。ただ薬草いっぱい持ってるからね、薬草全部使うつもりでいこう。よし、おいみ、いいね、一角ウサギからダメージ受けないっていうのはいいね。いけるでしょ。なるべく宝箱も回収したいからね。私の記憶合ってるんでしょうか。聖なるナイフとキメラの翼落ちてるっていう。ライアンレベルアップです。力4ポイント、体力3ポイント、 HP6 ポイント。よし、乗ってきた、成長軌道に。 HP20 あれば大丈夫でしょう。塔の敵よりもこっちの方が弱いかな。うんうんうん、いけるいける。いいよ。オッケー。まあ、アイテムはね、タブヤン棺あったので発見したんでね、全然いけるでしょ。3人分持てるから。おいみ、怒っております。うそー、おいみ武闘家に転職したら2連続ってある？僧侶で皆さん見たことありますか？おいみん頼りになるね。これで一周してきたね。旅人の服、よし、これはもう売却アイテムだね。こっちでいいのかな。あー、左右に分かれてんのか。取る猫がいたらな。こんなに広かったっけ、この最初のダンジョン。溜まってきたよ。お、階段。これ街に戻るか？もしかしたらね。22ポイント与えれる。いいね。
聖なるナイフって多分ホイミンも装備できると思うんだけどね。逆にホイミンもボスとかいないからホイミンに持たせて二人とも一撃で倒せるようにするっていう手もあるよね。エンカウント率よ。そしてドラクエ3確か経験値なんですけど人数割だったと思うんだよね。なのでこれ2人だと4人パーティーの倍経験値もらってるんかな、多分そうだと思うんだけど。なのでこの2人は強くなっていく。最初苦戦するかもしれないけど、あ、ここに出てくるのね。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。左ルート終わりました的なそうそう、2つ入り口があるからね。まあ左側の宝箱を取ったよっていうことですね。あ、ホイミンレベルアップです。あ、低成長、運の良さだけ上がっていく。賢さ2ポイント。おお、また呪文を覚えました。ホイミン、まだキアリーじゃないんだ、マヌーサ覚えました。相手のモンスターを幻にして攻撃をミスさせるやつですね。ということで次回までにレイベンに戻っておきたいと思います。それではまた、さよなら。